サユリストと呼ばれる熱狂的なファンが今なお数多く存在する吉永小百合さん。現在でも数多くの映画や CM に出演し、老若男女誰もが知っていると思います。そんな吉永さんですが、結婚を決めたのにはある背景があったそうです。今回は吉永小百合さんの経歴や両親との確執について紹介します。吉永小百合さんのプロフィール。本名、岡田小百合。生年月日、1945年3月13日。出身地、東京都渋谷区。学歴、早稲田大学第二文学部。所属事務所、吉永小百合連絡事務所。借金に追われる幼少時代。父親は出版社を経営していましたが、事業が失敗し、倒産してしまいます。その結果、家庭は困窮し、父親は借金に追われ、実家に借金取りが来たこともありました。そんな家計事情から新聞配達を申し出たこともあったそうです。そんな中、1957年の小学6年生の時、ラジオ東京で放送されていた赤胴鈴之助という連続ラジオドラマで子役としてデビューしました。吉永さんがラジオ出演したことにより、困窮していた生活が吉永さんが稼ぐことで少しずつ楽になっていきました。瞬く間に銀幕スターへ。その後、続けざまに1959年公開の映画、朝を呼ぶ口笛にて映画デビュー。翌年の1960年には日活撮影所に入所し、日活の看板女優としてスターへの道を駆け上がっていきました。その後、順調に数々の映画作品に出演し、日本を代表する大人気女優になるのですが、当時、吉永さんの爽やかで純愛路線の演技は斬新で、人気が落ち始めていた日活、日本映画界に新たな旋風を巻き起こしました。また、吉永さんのブロマイドの売り上げも爆発的であり、一時期どこにも売っていないなど一大ブームを巻き起こし、ブロマイドの年間売り上げが女性部門1位だったことが3年間もあったそうです。その後も、伊豆の踊り子や愛と死を見つめてなど、数多くの映画の主演に抜擢されました。1962年には、映画キューポラのある街で主演のヒロイン役を演じ、ブルーリボン賞の主演女優賞を当時史上最年少の17歳での受賞でした。さらに、同年17歳でシングル寒い朝で歌手デビューを果たします。同年9月に当時人気を博していた歌手の橋幸夫さんとのデュエットソング、いつでも夢をリリースし、30万枚も売れ大ヒットとなりました。この曲で日本レコード大賞を受賞し、紅白歌合戦にも出場を果たしました。女優業をしながらの勉学。吉永さんはわずか小学校6年生でデビューしています。すぐに売れっ子になったため、中学生になるとすでに多数の映画に出演していました。そのため、都立駒場高校に入学しますが、高校2年生の時に忙しさから通えなくなってしまいました。そして当時芸能人が多数通うことで知られる聖華女子高校に転校しました。しかし、吉永さんの人気はさらに高まり続け、その芸能人御用達の高校ですら通えなくなってしまい、中退します。そして吉永さんは20歳の時に早稲田大学を受験します。高校中退により大検を取っての受験でした。全科目合格を果たせなかったのですが、大学側が高卒と同等以上の学力があると認定して、異例の特別措置にて入学を認めました。そして吉永さんは早稲田大学の第二文学部に入学したのです。
第二文学部は夜間だったため、入学後は仕事と夜間の通学を両立し、きっちり4年間で卒業しました。著名人の熱狂的なサユリスト。吉永さんのファンは熱狂的な方が多く、サユリストと総称されています。サユリストの層も幅広く、著名人や同じ芸能人にもサユリストが存在することで有名です。代表的なサユリストとしてタモリさんが挙げられます。タモリさんは早稲田大学第二文学部に在学しており、大ファンの吉永さんと学生の時期がかぶっていて、なんと学生食堂で吉永さんが食べている姿を見かけたことがあるそうです。タモリさんは熱狂的なファンのあまり、吉永さんの食べ残しの食事を口にしようか迷った挙句、さすがにそれはやめたという話を語っていました。その大ファンぶりは、司会を務めていた笑っていいともの大事な最終回のゲストとして吉永さんを呼ぶほどでした。また伊豆の踊り子の映画の主演を務めた吉永さんですが、原作者である川端康成さんも熱心なサユリストだそうです。あまりに大ファンなため、映画の撮影が行われている際、山奥の撮影現場を突然訪ねて会いに行くほど大好きだったといいます。また同じく小説家の石坂洋次郎さんは、自分の作品の主人公を吉永さんだと想定して作品を書き、数多くの作品に吉永さんが出演しました。両親との確執とは。若くして日本の大人気女優となった吉永さんですが、プライベートでは両親の存在が彼女をとても苦しめてきました。母親は小さい頃から吉永さんを女優にさせようと様々なしつけをしてきました。ピアノや歌を習わせ、人間である前に女優であれとよく吉永さんに言っていたそうです。この言葉通り、家でも常に笑顔であり続け、常に吉永小百合を演じていることを娘に強制しました。吉永さんの両親はとても厳しく、束縛されるような環境で育てられたのです。さらに父親は事業に失敗し、借金を抱えていました。娘が人気女優になると、そのお金を目的に父親自身がマネージャーをやると名乗り出ました。そして所属事務所に関係なく、勝手に吉永さんを他事務所へ売り込んでしまうなど、身勝手な行為を行います。ついに吉永さんの恋愛や結婚相手にまで意見をするようになり、両親の反対で泣く泣く別れることになった恋愛もあったそうです。そんな両親と吉永さんの間で、当然のように確執が生まれ始めました。家族を養っていかなければならないという責任と、両親に対する反発心を抱えながら、吉永さんは苦悩します。後に吉永さんは自叙伝、私が愛したにて、両親に対する複雑な心境を語っています。両親のことはまだ自分の中で総括できず、母親と非常に特殊な親子関係だった。自分が将来どういう母親になるかがちょっと怖かった、と述べています。このように自分が子供を持つことに対しての躊躇を語っており、吉永さんが実際子供を産まなかったのは、母親との確執が原因となっていたのかもしれませんね。結婚した理由が。吉永さんは28歳の時に結婚します。お相手は当時フジテレビディレクターであった岡田太郎さんです。なんと夫の岡田太郎さんは15歳年上の43歳で、さらにバツイチでした。当時の世間では15歳もの年の差婚はほとんど見られず、珍しい結婚で話題に。日本を代表する大人気女優と一回り以上年上のバツイチの男性との結婚は世間に衝撃を与えました。当然のように吉永さんの両親から大反対されました。吉永さんの当時の心境は、親は私を溺愛していたのは知ってます。しかし、その期待が大きすぎてとても苦しかった。
だから結婚することで家を出て、名前を変えることで親から離れようと思いました、と語るだけでなく、両親から逃げられるのなら結婚相手は誰でもよかった、と話すほど追い詰められていたようです。そんな思いを抱えたままの結婚でしたが、周囲の心配をよそに結婚生活は順調に進んでいき、現在は悠々自適に2人で過ごしているようです。現在も精力的に映画に出演している吉永さん。数々の CM にも未だ起用され続け、毎日のようにその美しい姿を見かけます。今なお変わらない魅力にあふれている吉永さん。これからも素敵な姿をサヨリストをはじめ、皆さんに見せ続けてほしいですね。あなたはどう思いましたでしょうか。これからも素晴らしい演技を披露してほしいと思った方は、高評価をお願いします。またこの件に関して、コメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。